手元にテキストがあることを前提に渡るとできるっていうものっていうのは違うって、繰り返すためには型が必要なんです。型を手に入れるってことが基礎的な3つのこと、これを手渡しています。思い起こされるっていう現象がブランドなんです。認知っていう言葉の中にもですね2つあるってことを知っておくと思います。思われた